まあ左足だったんですけど、ちょっとコースが見えたんでそこに行けと思って蹴ったら、まあ、そんなミートはしなかったんですけど、うまくなんかこうゴールが吸収していってくれて入ったって感じでした。まあ、ホーム開幕戦で決めれたことが個人的には良かったし、なんだろうな、まあ、勝ちきれなかったのがあれだったんですけど、でもチームのための点を取れたのはことに、なんだろうな、ホットではないですけど、まあ、良かったなと思います。はい、まずはいい時間帯に点を取れたんで、その後の戦い方っていうのと、あとは失点の時間帯、あと追加点を取りに行く姿勢というか、そこをやっぱチーム全員で共通、この時間帯にはこうするっていうのをもうちょっと突き詰めて、私絶対に失点しないっていうところをセットプレー気にしてたんで、そこでしっかりでかいクリアでクリアしきるっていうはっきりするところをしっかりみんなでできてたなっていうのがありました。でもまあ追加点もう1点取れればよかったんで、そこをもう1点取れるチーム力で個人でも点を取れるように努力していきたいと思います。まあ、自分も新しく来た選手なんで奈々さんのサッカーしか分からないですけど、でもすごいみんな走る戦うをベースにした中で、判断の部分と奈々さんの目指すサッカーの中で、まあやれてる部分と、まあまだまだ足りないところが多いんですけど、でもしっかり判断するところができればすごい楽しいサッカーができると思うんで、あとは距離感、やっぱ攻守において距離感がいいときはいいプレーができると思うんで、その距離感を常によくできるようにしていきたいなって思いました。自分の出来としては、まあ、1点取るまではまだ良かったんですけど、その後のやっぱもう1点取りに行くと取り切るというところを、やっぱチームの勝利のための点を取りたいと思ってるんで、引き分けではなく勝ち点3を取れる力をつけたいっていうのがあります。やっぱあと点を取ることと、あともっと前で収めることをもっとできたらなって思ってます。今日もたくさんの応援ありがとうございました。ホーム開幕戦を勝ち点3取れなかったことはすごい悔しいんですけど、今日の悔しさを次につなげて、もっともっといいサッカーができるようにチーム全員で頑張っていくので、もっと一試合一試合どんどん 点も増やすんですけど、観客の皆さんも増えるようなゲームをできるチームになりたいと思うので、ぜひたくさんの方の応援よろしくお願いします。